浜中や。あと男よ。浜中。本当怖いよ。うん。今度試合あるからお前出ろ。ボクシングは何も知らんし、教えてもらえもないし。目標って言いましたら。ええ、もちろん世界チャンピオンです。さあ、勝負をかけます。ロックダウンでしょうか。ロックダウンでしょうか。リング入ったらもう、僕じゃないですね。もう、こう野獣になってるんですかね。日本人の選手、あんたラッキー。あんた他の選手ないんです。命がけで勝ったろという気持ちがもうすごく湧き上がってたね。最大の試合しようと思ってます。よろしく。もう試合できるな状況はなかったよね。どんな試合展開やったとか、もうセコンドが何打ったかとか覚えてへんね、まだ。